アズールエアとは、チャーター便を運航するロシアの航空会社である。設立初期は、カテカビアとして、クラスノヤルスクを、現在では、モスクワを拠点に路線を展開している。同社は、当初、1995年に、クラスノヤルスクを拠点とする、コミューター航空会社として、カテカビアの社名にて運航を開始した。シベリア共和国と、サハ共和国へのチャーター便も就航させ、 2010年からは、ツバイナス134のような大型の機種を導入し、4年後には、合計3機保有した9357便の、事故現場しかし2010年8月3日、アンマイナス -24RV がクフィットにより墜落し、乗員乗客15名のうち12名が死亡する事故が、起きた。2014年には、イエメラノボ空港を発着するシュベリアのスルグトと、 トムスク域の便を定期化したほか、イガルカ発クラスのヤルスク域の乗客が、搭乗機の脚部が凍ったため出発前に、マイナス52度の中後期させられた様子を撮影した動画を投稿したことで、国際報道機関やソーシャルメディアの注目を浴びた。2015年に、トゥルハン航空の機材を引き継いだ同社は、レジャー航空会社として、アズールエアに、ブランド名を変えた。 同年12月には前オーナーの UT エアーがアズールエアをトルコの旅行会社アネックスツーリズムグループに売却したことが確認された。アネックスはその数週間前に旧 UT エアーウクライナであるアズールエアウクライナを買収していた。2018年にはロシアの航空当局である連邦航空運輸局がアズールエアは同年3月20日までに安全違反の申し立てを 解決しなければ、運行許可が停止されることになると発表した。全便の運行停止につながることから、ロシアの観光当局であるロスツーリズムは、ツアーオペレーター各社に対し、当面の間同社の航空券を販売しないよう、勧告した。2021年時点ロシア国内、ヨーロッパラテンアメリカアジアアフリカ2021年、現在の機材は以下の通りである。 ありがとうございます。